Rise on me。 お腹じゃなく、どうもダムダムズさん、にむらです。どうもホイップボーイです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。 Rise on me でございます。はい、連続でリスナー会談をお届けしようと思っておりまして、うん、何せ大量に来てるもんですからね。そうなんです、うん、以前にね、リスナーさんからちょっとそういう不思議な体験があったら番組までお寄せくださいと言ってね、うん、何度かこう紹介をしているところ、本当に続々と我々の元に届いておりまして、うん、でまたどれもいいんだ、うん、そうだね、お話が本当に来てましてね、持ってるもんだねみんな ね、うん、ですのでこれはちょっともうご紹介していこうということでございまして、はい、ちょっと今回も行きたいと思いますが、うん、ホイップさん準備の方はよろしいですか。はい、はい、では行きたいと思いますよ。黙ってー。何なんそれ、新ギャグなの、黙ってって。こんなことある？本当によくない。2回目のナマステでもより驚いてくれるという。いやもうさ、なんかフェアじゃないよね。なんなんこれ。あなたが大声に弱すぎるっていうことですよ。俺がおもちゃになればいいんでしょ。どうぞどうぞ遊んでくださいよ俺で。いいですか、ここから行きますから、はいはい、リスナーさんの不思議な話を体感してください、うん、行きます、では今回まずはですね、トムキャットさんからいただいたお話でございます、うん、私の不思議体験を聞いてください。私はがん末期の終末期の患者が暮らす施設で看護師として働いています。施設のほとんどの患者さんは寝たきりで、強い眼性疼痛や呼吸困難による恐怖と戦う過酷な環境です、うん、そして私は医療用麻薬や鎮静剤を投与し、苦痛なく最後を迎えられるようにする役割があります。そんな施設でも珍しく痛みに強くひょうきんなよっちゃんと呼ばれるおばあちゃんがいました。よっちゃんは施設内を歩き回り、いつも冗談ばかり言います。看護師のバイタルサイン測定では死んだふりをして、慌てて声をかけると私の顔に勢いよくふーっと息を吹きかけてきて、驚いたかといつもからかってきます。そんなよっちゃんもがんの末期です。徐々に痛みから動けなくなり、次第にはほとんどベッド上での生活となりました。そんな状態でも弱々しく息を吹きかけて小さく冗談を言いました。そしてその数週間後には血圧も下がり、意識もなくなり、家族が見守られる中、ご逝去となりました。その後、新しくがんの末期患者が入居しました。その患者は入居翌日から、空調を止めてほしい、風が当たると言ってきます。クレームにつながると良くないので、できることとしてエアコンの吐き出し口をクリアファイルを加工して密閉したり、窓やドアをしっかり閉めるようにしました。しかし、同様の訴えは変わりませんでした。きっとよっちゃんが冗談で新しい患者に息を吹きかけて遊んでいるんだろうなと思いました。ほう、いう、なるほどね、まあ、病院でのこれお話というね、うん、またこの終末期医療を施している場所っていうのがなかなか興味深いところですね。またこの登場人物のこのよっちゃんがなかなかのひょうきんさでね、死んだふりして声かけるとふーって息吹きかけてきて驚いた、まあ、だからこれがすごく強く印象としてあるっていうことよね。まあこれね、まあ文面だけから見ると非常に立ちの悪い冗談をなさる方だなと。よっちゃんね。そうですね。絶対やっちゃいけないだろ、その手のギャグ。まあでも、ね、その現場というか当事者たちは意外にこれぐらい、うん、まあ、ポジティブなことをするっていうのもね、うんうん。そうだね。なんかちょっとわかるというか。実際よっちゃんと触れ合ってる人からすると、うん、まあ、キャラクター性的にも許されるような。そうね。うん。感じなんだろうね。なるほど。ちょうどいいね。ちょうどいい。ライスオンミーのリスナー会談として。まあね。そうですね。うん、だからリスナーさん、本当にこの番組に送ってきてくれる人、うん、本当ちょうどいいのくれるよね。ね。我々としても、本当にこう、ちょうどよくこう、心地よく、不思議だなぁとかね。さあ、こういう話をしますよっていうのではない。そうね。非常にこう、つまみやすい。そうですね。オードブル的な。
前菜的な不思議さ。いいよね。いいですね。うん、まあ、あと、よっちゃんに伝えたいのは、この週末医療の施設に入ってきた患者さんじゃなくて、看護師さんに、ふーって息吹きかけてあげて。吹きかける相手間違えてるよと、うん。よっちゃんそういうとこある、ある。ちょっと。ちょっと行き過ぎちゃうとかある。なるほど、うん、ちょっと間違えちゃうというね。うん、そうです、ね。看護師さんの方は健康だしさ。元気だから。そう。突っ込めるけど。余裕あるけど。患者さんの方に、それやっちゃうと、ちょっとね、辛くなっちゃうからね。ダメ出しするな、よっちゃん。よっちゃん、そういうとこね、ちょっと分かってないんだよな。そういうとこあるね、じゃねえよ。生前も、たまにそれでキレられてるところあったと思う。おい、おばあちゃん好きが出ちゃってるよ。ああ、ごめんなさい、ごめんなさい。寄り添うな、よっちゃん。いい話でしたね。いや、不思議なお話ということで、トムキャットさんありがとうございます。ありがとうございます。じゃ続いて行きましょう。ちゃんかわさんからいただきました。42歳になる私が唯一実体験した不思議な話です。高校2年生の夏休み、8月15日のこの日、友達の家に8人ぐらいで集まっていました。深夜1時頃、誰彼ともなく、肝試しに行こうということになり、近くの墓場にみんなで向かいました。お盆といえど深夜の墓場は真っ暗そのもの。みんなで恐る恐る墓場の中に入っていきました。少しずつ進んでいったその時、暗闇に少しぼんやりと明かりが見えたと思ったら、着物を着た老婦人の影が見えました。私が、うわーと叫び声を上げた瞬間。皆さん、稲川やめろって。稲川やめてくれよ。大声で、ギャーっていうのをね、番組では稲川と呼んでおりますけど、ごめんなさい。すいません、ちょっと感情的になっちゃいました。もう、ほんと難度の低いさ、簡単な技、稲川。やめろ、やめろ。私が、うわーと叫び声を上げた瞬間、みんな一目散に走って墓場から逃げ出し、明かりのついている近くの役場あたりまで走りました。すると一緒に来ていたはずの A 君がいないのです。みんなでどこに行った、先に帰ったのかと話していると、役場の建物の壁に誰かが走って逃げている影が映っているのが見えました。それも誰かが誰かに追いかけられているような影が2つ見えるのです。僕たちは A 君がさっきの老婦人に追いかけられているのだと思い、やばいやばいとパニックに。その光景を一部始終眺めていると、いつの間にか影は消えていました。そしてふと気がつくと A 君がその場に戻ってきていました。僕が A 君に、大丈夫か、追いかけられてたよねと声をかけると、 A 君は、え、俺はずっとここにいたよと言うのです。追いかけられてもいないと。ほう。では僕たちが見た2体の影は誰と誰の影だったのか。 A 君がいなくなったと全員が思い込んでいたのはなぜだったのでしょうか。へー、これは不思議だね。不思議。またお盆の墓場っていうね、うん、なんちゅうとこでの体験なのよ。そうだね。まあやっぱりさ、8人もいて大勢いるからさ、うん、大丈夫だと思っちゃうんだよな。確かにね、ちょっと気が大きくなってね、うん、でも気をつけろ、大人数の時ほど誰かがいつの間にかいなくなってるパターンのホラーが来るからホラーとしてはやってこない。みんながいるから安心だって思うじゃん。違うね。みんながいるシチュエーションこそ、いつの間にかあいついないパターンのホラーがやってくんだよ。待って待って。うん。フラグ立つよじゃないんだよ。大人数の時こそ用心しないといけない。確かにね。あいつがいないの。あの手の話来るから。肝試しとかって、行ったことありますか、ホイップさん。俺はないね。俺もない。てか、ようやるねって思っちゃうよね。うん。階段とか怖い話好きで見るけど、うんうんうん、本当にそういう肝試し行ってこんなことありましたみたいな話聞いた時、俺まず思うのって、うん、なんでそんなことしたんって、うん、思っちゃうというか。そうだよね。でもさ、やっぱ肝試し行こうってなるのってさ、うん、まあ大体さ、大学生以下ぐらいまでじゃん、まあね、若い時のね。俺友達一切いなかったから違う怖さ出てきちゃった。うーん、そういう感じの何、楽しい友達との遊びないからさ。なるほど、なるほど、うん、
そうだね、うん。ごめんなさい。なんかごめんなさい。もう結構人と触れ合うようになったの、だいぶ成人してからだから、俺もさ。そういうノリにならないんだよね。なるほどね。まだ気をつけなきゃいけない。大人数のこういう時っていうのは、ね、怖いホラーが近づいてくる。そう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 。しっかりと気をつけていきましょう。はい、これもでも不思議な体験。うん、ねえ。2体影があったっていうのはまたちょっとドキドキしますけど。そうだね。しかも追いかけられている影が映っていたっていうのがさ、ね、非常にこう、ありありと見えるよね。映像として、ね、イメージできる。着物を着た老婦人が出てくるだけで十分怖いんだけど、さらにその2体がっていう、ここがまたね。またおばあちゃんがさ、足早く走ってるっていうのもさ、まあ、それこそジェットババアっていう有名な怪談もありますけど、それがやっぱり ね、この世ならざる者感を、引き立てますよ、ね。ホラーにおいてスピード感出されるとね、もう無敵。無敵。めっちゃ怖い。まあ、スピード感のあるさ、追いかけられる系のやつ怖いよね。本当にうわってなるね。そうですよ。うわって。何なんだよ。もう雑だよ。とにかく大声出しゃ俺がさ、踊ると思ってやる。スピード感出したの今。ちょってスピード感を出してみたの。ちょの何がスピード感があるんじゃん。楽しいな。今さ、楽しかろうな、あんた。ちょっと大声出すだけでさ、そうだ横の出っ歯が踊ってくれて、楽な商売だぞ。それはちょっとあるよね。おっきな声出すだけでこんなに踊ってくれるんだから。楽しかろうな、あんたは。いや、素敵な話、ありがとうございます。ちゃんかわさん、ありがとうございました。では、今回3つ目いきたいと思います。うん、これね、匿名さんからいただきました。どこにも出すことのできなかった話を紹介させてください。あれは10年ほど前の昼下がりのことです。当時私はまだ2歳だった娘と部屋でおままごとをして遊んでいました。拙い言葉で一生懸命パン屋を営む我が子を微笑ましく思いながら穏やかな時間を過ごしていると、急に娘があたりをキョロキョロと見回し、ぽつりと泣いてると言いました。部屋には私たち二人だけなので、外で猫でも泣いたのかなと思い、何が泣いてるのと聞き返してみました。すると今度は、泣いてる、泣いてる、とある場所を指さして言いました。そこは階段の真下に当たるところで、大人がかがんで入れるぐらいのスペースがあり、物置として使用していた場所でした。しかし私には何も聞こえないし何も見えません。状況が飲み込めないまま、今度は、誰が泣いてるの?と聞いてみました。すると娘ははっきりとした口調で、何枚じいじと答えました。思わず絶句しました。娘の言う何枚じいじとは、娘が生まれる前に亡くなった私の父親のことで、しかもその日は父の命日だったのです。今日が命日だなんてこの子に言ってないのになぜ?父の話だってお盆の時に少ししただけなのに。そして娘は私の手を引き、先ほど指さした階段の下まで引っ張っていきました。相変わらずそこには何もいません。しかし娘はあろうことか、私にハグをする仕草を見せながら、ぎゅーってして、と言いました。父が抱きしめたがっている?私は娘に言われるがまま、見えない空間をそっと抱きしめてみました。何秒ほどそうしていたでしょうか。娘は納得したような表情を浮かべると、何事もなかったかのようにまた私の手を引き、おままごとで遊び始めました。後になってから、私はあの時の体験は何だったんだろうと考えていました。父は本当にあの場にいたんだろうか。なぜ泣いていたんだろう。もしかしてこの世に未練があって悲しいのかな、と私は複雑な思いでいました。しかし、とあることを思い出し、父は悲しくて泣いていたのではなく、嬉しくて泣いていたんだと思うようになりました。父は生前、人前で悲しみをあらわにするような人ではありませんでした。唯一泣いてるのを見たのは、私が生徒代表で答辞を読んだ中学の卒業式の時だけでした。きっとお父さんは、私と娘が幸せそうに暮らしているのを見ることができて嬉しかったんだ。もしかしたら、本当に抱きしめたかったのは、私じゃなくて娘だったのかもしれない。お父さん、子供好きだったもんな。そんな風に考えることができるようになってからは、もう二度と会えなくなったと思っていた父を、以前よりも近くに感じることができるようになりました。という。なるほどね。ちょっとこう、切り口としては、
ちょっとジーンとしてするあるというかね。そうだね、うん。ハートフル系でしたね。そうですね。そして子供、うん、動物が見えざるものを見てしまうパターンのやつですね、うん、これはね。そうですね。パターンとかやめてもらえます？ああ、ごめんなさい。すいません、ね、なんか。くくる必要ないですから。そうだよね。パターンですね、じゃないのよ。でも、最初は、未練があって、うん、何か悲しい思いをして泣いているのかと思ったけれども、うん、いやいや、悲しくて泣くお父さんじゃなかったと、いうことを思い出したんだと、ね。きっと私と娘が幸せに暮らしてるのを見て、うん、嬉し涙を流していたんじゃないかという結論が出て、腑に落ちたと、はいはい、いうことですよね。このでもやっぱ子供の話って、うん、俺はいつもこうリアリティがあるなと思ってしまうというのは、うんうんうん、まあ前回のね時にもそうでしたけど、うん、やっぱ子供はやっぱ感受性が豊かだし、まだやっぱピュアだから、うん、違和感を持たずして、そういうものに触れてしまうっていうことはあり得るよね。あるね。俺、ふわっと思い出したんだけど、ホイップさん昔、うん、そういう体験あるって話したことあるよね。え？電話かかってきたみたいな。怖っ。何？怖い。何？え？便所のつぶやき時代にさ、うん、電話かかってきたって話あるよな。え？あれホイップさんじゃないっけ？あれ？え、なんかほら。ガチガチ今。じゃあ、ほら、知り合いのおばさんでさ、うん、何々さんいらっしゃいますか？わぁ、ちょっと、やだ怖い。じゃあ、その電話がかかってきた時には、うん、その下はもうなくなってたってやつ。ああ、ある。怯えるだけ怯えて思い出してあるあるじゃねえ。違う。なんかまた俺をさ、驚かす振りで変なこと言い出したのかなと思った。もう、支障出んのやめてよ。自分でさ、そこはあなたはやっぱドーンとさ、構えてて。俺をボロボロにしたのは自分じゃんか。まともな会話できないぐらいボロボロにしたのは、あんたが大声出すからだよ。それで今こんな風になってるじゃん。俺を、まともな会話ができないぐらいボロボロになっちゃってる。そうだよ。いつ驚かされんのかなとか。また俺をなんか騙してるんじゃないかとか。俺、怖い話系の収録の時疑心暗鬼になって、まともに脳働いてねえから。そんな器用なことできるかよ。申し訳ない、うん。そう、ありましたでしょ？今思い出したね。ありました。うん。僕の母親の友達がね、うん、いてさ、うんうん、ずっと超重度の喘息とアトピーだったのよ。うん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 、もう本当に発作出ちゃうと救急車呼ぶレベルのね。うん、で、俺が小学校1年生ぐらいの時かな、夕方一人で留守番してたら、まあ、その、母親の友達っていうのは結構珍しい名字の人でね。うん、はい、まあ、例えば、勅使河原さんっていう名前だとしましょう。うん、俺が電話取ったんですよ、夕方。うんうん、したら、あ、もしもし、つって、勅使河原と言いますけれども、うん、お母さんいますか？つって、ちょっと緊急の用事なんです、って言って、言われて、うんうんうん、俺小1だったんで、うん、あ、ごめんなさい、いません、つって、まだ帰ってきてないです、うんうん、ああ、そうですか。いつ頃帰ってきますかね、うん、ちょっとわからないんです。ごめんなさい。うん、ああ、そうですか。わかりました。じゃあまた電話します。うん、って言って、はい、俺は連絡先を聞くこともなく切っちゃったんですよね。うん、夜中9時ぐらいになって、母親がまあパートから帰ってきて、うん、母親に、勅使河原さんっていう人から電話あったよ。うん、ああ、そうなの。あ、うん、てっちゃんね、わかるわかるって言って、うん、じゃあ、後でかけ直しとくわ、つって、はいはい、母親がその後電話かけたらしいんだけれども、うん、勅使河原さん繋がんなかったらしいんだよね。うんうん、したら翌日になって、うん、急に朝、その勅使河原さんの親族から、母親に電話かかってきて、うん、あの子、うん、昨日、運ばれて、喘息の発作出ちゃって、うん、はいはい、亡くなったわ、って。うん、ええー、ってなった、うん。いや、昨日って、うちの息子が、うん、てっちゃんからの電話取ったばっかよ、うん、なったの、はい。え、そんなバカな、え、うん、何時頃、うん、夕方の6時って、うん、うちの息子メモ書いてあんのよ、うん、てっちゃんから電話あったってよ、うん、え、そんなわけない、うん、だって、夕方6時って、うん、
ちょうどあの子が ICU 入った時よ、うん、ねえ、そんなことあるの、うん、じゃあてっちゃんが念力で電話して、うんうん、私のこと呼ぼうとしたのかもねってなった、うん、はい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 。でこれはまあ後々ですけれども、うん、結局そんな緊急なんです急ぎなんですって言ってたその勅使河原何がしさんからは、うん、その後一切連絡がないのよ、うん、だから別人だったとしてさ、はい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 、そんな急ぎのようだったらさ、ね、また後日電話来るでしょ、ね、うんうんうん、一切ないからね、はいはいはい、じゃあやっぱりあの私の友達のてっちゃんだという結論に至った、うんうん、これもだからホイップさんがだから小学校ね、うん、低学年の時の経験で結構ホイップさんしれっとそういう不思議体験してんのよね。まあ、この程度でよければね。いやいやあなたこの程度って言うけど、うん、え結構それすごい俺経験だと思うよ。あ、本当？じゃあまた折見て話しますわ。うん、いや、あの、階段としてはね、うん、結構この、亡くなった人とか、うん、電話をかけられないはずの人から電話かかってきた、うん、パターンの階段、うん、よく聞くけど、うんうんうん、いやでもそれって実体験としてある人って俺見たことないし、うーん、やっぱでも子供なら、俺だから、それも、やっぱ子供相手だから繋がったのかなって気もちょっとするのよね、うん、なるほどね、うんうんうん、それはあるかもしれない ねでも二村さんそんな経験ないって言いますけど、うん、今後ろにいるよ全然怖がんねえじゃん全然怖がんねえじゃんはぁなんなんずるくないフェアじゃないよこれなんなの驚けよ驚けっていや、あの、ひどいよ。なんでよなんで俺だけこんなビビって、ニムラさんビビんねんだよもうさ、もうさ、もうわ、ちょっとわかったし、うん、あんなにワインドアップで来ると思ってないじゃん。両腕、大きく振りかぶってさ、後ろにいて。下手くそだな。大振りのテレフォンパンチ。避けてくださいと言わんばかりの。でも今、あなたがやったぐらいのことしか俺はやってないのよ。それであなたはギャーって言うんだからね。そんな。はい、終わり。はい、終わり。どこから出た音だよ、今の。明快からだよ下手くそだ下手くそだななんだよそれおいひどい状況になってきたんで、はい、終わりましょう、はい、リスナーさんいつもねこれだけたくさんの会談を送っていただきましてありがとうございます、はい、これはもうどしどし募集しまして、はい、不定期にはなりますが、集まり次第、こうやってご紹介をさせていただいて、はい、キャッキャしようと思っておりますので、はい、ぜひぜひ皆さん、どんな話でもね、だいぶこう、我々いろんな怪談チャンネルとかある中でも、うん、もう一番ハードルが低い。そう。日本一ハードルが低い怪談チャンネルとしてやっておりますので、うん、ぜひぜひ、ね、気兼ねなく、メールかもしくは、X の方の DM で送ってきていただけたらご紹介しますので、お待ちしております。というわけで以上、ライスオンミーでございました。ありがとうございました。ここからはお楽しみ、ラララ。